い、今日は杏仁豆腐を作っていきたいと思います。まずは小ソースパンにお水 200cc 入れます。で、寒天 4g ですね、入れます。で、このまんまちょっと溶かします。くるくるっと溶かしていただいたら鉢でスタートです。で、寒天は沸騰させて固まります。ゼラチンは沸騰させちゃうと固まらないので、そこだけちょっと注意してください。じゃあちょっと沸騰まで待ってみましょう。はい、こんな感じで沸騰してきました。ちょっと煮立たせてから火を切っときます。じゃあ次は中ソースパンに牛乳を入れます。 360cc です。入れたら7でスタート。見えますか？ちょっと蒸気が立ってきたので、これで温まってます。なのでちょっと切ります。そしたら先ほどの小ソースパンで沸かした寒天を入れます。で、ちょいかき混ぜときます。はい、じゃあ次こっちですね。大ボウル用意していただいてですね、卵、あ、卵黄ですね、卵黄を2つ、よいしょ、2つ、それからお砂糖 120g を入れます。で、泡立て器で混ぜます。結構これ塊がありました。塊あります。混ぜます、混ぜます、混ざりません、でも混ぜます。こんなんなっても大丈夫。大丈夫です。そしたら牛乳と寒天の入った中ソースパンをゆっくり流し込んできます。で、溶かしていきます。ゆっくりやらないと黄身が固まっちゃうので、そこだけちょっと注意しながら、かき混ぜながら溶かしながらやっていきましょう。こんな感じで全部入れ終わりました。そしたら最後、生クリームですね、 200cc をこの中に入れていきます。混ぜながら、でちゃんと混ざったら内鍋に入れていただいて、冷やし固めれば出来上がりです。はい、じゃあ杏仁豆腐が固まりました。あとは切ってフルーツを乗せて食べるだけです。じゃあ切り方だけやってみます。切るのももう簡単で、スッ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 って入れといて、入れていけば大丈夫です。こんな感じに切っていただいたら、まず缶詰の汁を入れます。そうするともう浮いてきます。こんな感じで、で、あとはどうしようかな、入れちゃって乗せようかな。じゃあここに桃缶、それからナタデココ完成です。